立憲民主党 LINE で機密情報をやり取り、本日立憲民主党の安住淳さんが立憲民主党の会合において次のような発言をしてしまいました。情報には機微に触れる部分が非常にある。もし第三国に流れていれば、ある意味で国会の機密の流出に当たるとして LINE の使用を当面禁止すると表明しました。 こちら、まあ、どうも立憲民主党が LINE を使って機密情報をやり取りしていたようでございますが、この LINE、先日の朝日新聞の報道で、情報管理に問題があることが明らかになる以前にも、さまざまな指摘がなされており、このような政府や その他の自治体、政党の対応は遅すぎると言わざるを得ません。ぜひとも政府や国会には、この機会にこのような通信アプリの規制についても速やかに議論を行い、必要があれば法整備もし、このような問題が二度と起きないように厳しく 対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。